極神オレンとの激闘、孫悟空が圧倒的な力で打ち砕く。そしてハーツは完成した宇宙の種を手に入れる。スーパードラゴンボールヒーローズ、この戦いを見逃すな。お前は人間を皆殺しにしたかったはずだ。どうして人間のハーツを守るんだ。ハーツは禅王を倒す。禅王が消えれば私の人間ゼロ計画を止める者は誰もいない。裁きの鉄槌。第七宇宙、貴様らの実力はこの程度か。悟空さん、お前は
死ね。一体どうやって。第11宇宙の海王神が送り込んできたに違いない。悪あがきだな、第11宇宙。くらえ。貴様は。おのれ、よくも神よ。ヒット。第六宇宙、海王神から仕事を受けた。こいつらを始末しろと。そうか、そいつはありがてえ。行くぞ。気が高まっている。早く出てこい、待ちかねたぞ。嫌な気だ。く、ミラクルだ。ここまでよく働いてくれた。君の不死身の力には感謝しているよ。だが悪いね、神には消えてもらいたいんだ。第七宇宙の諸君、見たまえ。何？俺が究極の神殺しだ。スーパードラゴンボールヒーローズ、ハーツの目論見を阻止するため懸命に立ち向かう挑戦士たち。立ち塞がるザマス、果たして究極ハーツに勝つことはできるのか。さあ、君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び込め。大人気アビリティ巨大化バーストが復活。強力な一撃を決めろ。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション10弾好評稼働中。ハーツが宇宙の種を取り込んじまった。こいつはかなりヤバそうだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ究極の神殺し、ハーツ誕生。絶対見てくれよな。